ワイルドスワンショールを編んでいます。すごく綺麗なショールだと思います。本当に白鳥の羽がこう折り重なっているような感じで、すごい綺麗なデザインだと思います。これちょっとあんまり映ってないんだけど、なんかキラキラ入ってるんですよね。ラメが映んないかな。こんなキラキラが入っているんですけど、なんかこの編み地もちょっとキラキラが入っているんだけど、なかなか映んないですね。こんにちは、花子工房の花子です。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。と、今私はこのワイルドスワンレースショールを編んでいます。これはラベリーで、あのフリーパターンで読めるので、あのちょっとこうレシピを写しちゃってるんですけれど、これどうですか。本当にあのスワンの羽みたいなのがあの写ってる半円形のショールです。で、ここから編み始めて、どん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 こうやって往復も編みで編んでいくパターンで、あの最後こっちの方にビーズを入れてもいいよっていうショールです。あのこのショールを一番最初知ったのは、あのアコニッツのアコちゃんの、あのずっと前のライブで、なんか質問コーナー、質問答えますよみたいな、なんかそんなライブで、おすすめのショールパターンありますかみたいなお話があった時に、なんかこれおすすめされてた、なんかそれでずっと気になってたんですけど、なんとなく編まずにいたんだけれど、今これを編んでます。編んでるのはこの、ムーランルージュさんのに着分で、あの北のバウムを売っているムーランルージュさんで買った、これは北のバウムではないんだけれど、メリノウールの確かラメ入りの、金のラメ入りのです。これちょっとキラキラ光ってるのが見えますかね。2コーン買ったので2本取りで編んでいます。何号の針を使ってたか忘れちゃったので、ちょっとこれ測ってみたいと思います。あ、これ US4 号で 3.5 ミリ編んでますね。 US4 号でした。よし、書いとこう。なんかこんな感じで最初に編み方の説明があって、それでこんな感じでチャートがあって、エッジの部分は書いてないよって書いてあるので、そこはあの自分でここに書いてあるエッジを毎段やんなくちゃいけないっていう感じですね。それでこのチャートに書いてあるのは表段だけ書いてあって、裏段は全部裏編み、エッジ以外のところは裏編みで編めばいいよっていう感じなので、表段だけがチャートに書いてあるので、それに気をつけて編めばいい感じです。最初が難しかった。最初作り目が難しくてちょっと戸惑って、これで合ってるのかどうかもよくわかんないんだけれど、なんか最初アイコードをほんのちょっと編んで、そこを拾って目を4目とか7目とか忘れちゃったけど、なんか作るっていう感じでした。で、あとはもう書いてある通りずっとこうやって編んでくればいいっていう感じで、で私はあのリッケのリッケのサイプラの銅の針を使ってるんですけれど、それにこのマインドフルの、ニットプロのマインドフルのコードで、この、ここが回るタイプの、あの、
コードをつけてます。このコード、ね、マインドフルのコードあんまり癖がなくて、こう押した時のこうあの針の行き具合がすごい好きで、あのマインドフルを使っています。こんなことをあの公式で言っちゃいけないと思うんで、あの自己責任って感じなんですけど、あのとっても私は勝手に快適に使っています。なんかキラキラしてるのが映るといいんだけど、なんかこんな感じで、あのスワンの羽が出てきて、こうちょっと細かい羽のところと、でだん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 大きい羽のこう模様が出てきて、で最後はなんかこう尻尾みたいな感じの、もう本当にこのデザイン考えた人天才って思います。なんかここら辺のちょっとカタカタした感じ、これちょっとどっか間違ってるかなって思いながら編んでますけど、なんかこうちょっとあのメリアスでいかないでカタカタしたような感じも、すごいなんか白鳥の毛がこう折り重なってるみたいな、なんかそんな感じで可愛いなと思います。このキラキラが映るといいんだけど、ちょっとこっちのライトの色をちょっと変えるとキラキラ光るかな、難しいかな。なんかビーズを何色のビーズ入れるか迷ったんですけれど、なんかこのラメがいい具合にキラキラしてるので、もうビーズは入れないでこのまんまいこうかなと思っています。なんかちょっとバレエの衣装みたいな感じで、なんか可愛いのができそうで楽しみです。ワイルドスワンショールが編めました。もう残り糸はこれくらいです。ここにあのセーフティーヤーンがまだ入っているんですけれど、折り折りでセーフティーヤーンを入れながら編みました。なんかすごいこれかわいいです。これキラキラのラメの糸が入っているので、なんかキラキラしていて、お気に入りの一枚が編めました。なんか難しかったのはここの一番端っこの糸の引き具合で、ここなるべくゆったり長く引き出してねみたいに書いてあったんですけど、多分ちょっとここら辺は引き出しすぎてて、なんかちょっと余ってる。もうちょっとなんか全体的にここがキュッとこう弓なりにこういう風に縮まってなった方が可愛い形だったかもしれません。ちょっと私は引き出しすぎた感があります。でもなんかすごいこの一枚一枚のスワンの羽が写ってたりで、私はなんか編んでみたらすごい短かったので、規定よりもここの繰り返しをバーッと増やしています。でもなんかなんとなく適当に長くしたら長くなったのでよかったです。これからセーフティーヤーンを取って、それで水通ししようと思います。ピンを打ちました。もうセミシグレとともに、まさに真夏のレースショールカルです。わー嬉しい。あーもう足りないところはこう継ぎ足し。ピンを打ちました。なんか左右対称に編めてない気がするけれど、羽織ったら分かりません。きっと気にしません。こんな風に出来上がりました。私の場合は仕上がりサイズが132センチの一番長いところの長さで、58センチのこう高さになるっていう風に規定のサイズはなっていたんですけれども、私が編んだのを測ってみたら160センチ146センチと
58センチになっていました。58センチの高さのところは前にも言ったんですけれど、最後の4段を10回分くらい編み出してこの長さにしています。私はちょっと針サイズを上げるところを間違えていまして、1段から136段を US4 号、137段から150段までを US5 号で、それ以降は US7 号で編みました。このレシピは141段で終わるんですけれども、もうちょっと編み出しています。このショールはアンディでとっても楽しいショールでした。皆さんおすすめです。パターン無料で手に入りますしね。最初のうちはどんな模様が出てくるのかなっていう感じで、レシピをずっとにらめっこみたいな感じで編むんですけれど、なんかどんどん羽が一枚一枚出てきてすごく楽しいなっていう感じで、アドレナリンが出てどんどん編み進められる感じです。で、最後の方のこう尾バネが出てくる感じのところはもうなんかあんまり、レシピをぐーっと見続けなくても覚えられてリズムに乗って編める感じで、それで綺麗だな綺麗だなって思いながら編み進めました。出来上がりって見てももう本当に綺麗で可愛くって、この後実は自分で、黒い糸で黒鳥のショールも編みたいなと思っているくらい楽しいレシピでした。ここからはおまけの情報になります。私がこの写真をインスタに上げたら、129段目に出てくるこのマークの意味がちょっとわからないって質問をいただいたので、動画で撮ってみました。この一目目はちょっと関係ないところです。で、ここから5目を一目に減らす操作です。一目目と二目目を3目目までですね、ニットワイズで右の針に移した後一目かぶせ目をして、で、その目を左の針に戻して、今度は、左側からかぶせ目をして減らして、また今度右側に戻して、右からかぶせ目をして減らして、また左の針に戻して、またかぶせ目を左から右にする。これで5目が1目に減って、それで1目表編みというそういう操作になります。これで5目が1目に減ります。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。花子工房の花子でした。